前回の渡さないとストライブは通称ワセサイ摩擦、そのうち彼は同盟に来なくなってしまったんだ。破壊してやるよ、お前らの楽しみ全てをな。長谷さん、長谷さん。長谷くん、マガサスに負けちゃったみたい。一面は取り留めて、今は家にいるはずだから様子見てきて、お願い。長谷さん、無事でいてください。ハッサン、大丈夫ですか？東方の留守劇場はぁ、違う価値認めて分かち合い、新しい明日へ踏み出すのさ。たとえ涙こぼれても決してくじけずに、燃える勇気呼び覚まそう。今背中押す声力に、自分しかできないこと果たした。受け継いだこの熱意、次につないでストライブ。僕らは駆け抜けていく彼方へ。さん、なんか変になっちゃってます。いつも変でしょ。そうなんですけど、そうじゃなくて、なんかソフビで遊んでて。ああ、発作ね。そいつトラブルでパンクするとそうなるの。最近は少なかったけど、現実逃避ってやつ。とりあえずそれなら大丈夫だから、今晩は放っておきなさい。放ってって…切れたし…長谷さん、長谷さん。おお、ガルケか。違います、杉浦です。カゲロウどうなりました？カゲロウ、もう無理だよ。え、だってあいつ強くて速くて強いし、大神くんだったし。大神さんって今日話してたあの人、確か辞めたんじゃん。それが辞めてなかったんだって。一応幽霊部員として同盟に名前が残ってたから、マガサスも取り付けたっぽいね。そんな。しかも彼、自分のマガサスと一体化してたんだよね。それほど強い意志ってことなんだろうけど、もうイレギュラーすぎてわけわかんないよだったらなおさら担当者さんたちのこともあるんだし。だから僕なんかには無理なんだって。そりゃ僕がやんなきゃ、あの3人だってまとまるはずないし、マガサスも僕がやんなきゃいけないんだけど、でも無理なものは無理だよ。そんなことありませんって、ハッサンはいい幹事長ですよ。頑張りましょうよ。僕にだってできることとできないことがあるよねえ、メガロン。うん、そうだよ。長谷さんがあんなんになっちゃった今、僕が頑張るしかない。まずは同盟内の問題からだ。お疲れ様です。昨日は手伝えなくてすみませんでした。ああ、気にしなさんで。何か手伝えることはありますか？じゃあこれお頼みます。了解です。小津さん、それちょっと懐かし
大神くんだっけ、墨浦くんから聞いた。先輩たち今でも彼には申し訳ないことしたってよく話してるから覚えてる。好きなこと押し付けやがってって言ってました。先輩たちもそれを一番謝りたがっていたかな。彼の話を聞こうとしなかったって。でもどうせもう遅いですよ。そう？やっぱいいですよね、仮面ライダー。いや、そうだよな。これは墨浦くんが長谷くんに聞いていてほしいって。ところで、沢さんってなんで仮面ライダー好きなんですか？そりゃ孤独と悲しみでしょ。仮面ライダーと怪人、どっちも人ならざるものだけどさ、全然違うじゃん。その違い、なんだと思う？みんなの願いを背負ってるかどうかじゃないかな。本郷猛とかさ、まさにそうじゃん。確かに。要するに造形ってライダーに似てると思うんだよね。戦う時は孤独でもみんなの思いがこいつに乗っかってる。そう思うんだよね。僕らが投票で選んでるんですもんね、こいつを作ろうって。じゃあこれ。映像の魅力？はい。やはり複合的なところだな。映像は一人じゃできない。複合的まして。特撮は手間が倍かかる。絶対に一人では無理で。だからいい、チームワークこそが映画を作る。あ、だから内出さんは戦隊が好きなんですか。なるほど。確かにそうだな。映像もスーパー戦隊も大事なのはチームワーク。巨大特撮ものとヒーローショー、もちろんめっちゃつながってるよ。というと？特にウルトラマンかな。人間がギリギリまで頑張ったからこそウルトラマンっていう奇跡はドスンと来てくれる。ショーも一緒、ギリギリのギリギリまで練習すれば本番ででっかい奇跡が起こる。カノさん、よし、じゃあ気に抜かずに練習するぞ。はい、頑張ります。よし、これで3人目終了。あー疲れた。じゃあ私はこれで帰るから、バイバイ。待て、立つんだ長谷一太郎。お前がやらなきゃ。誰がやる。3人ともあんなに熱く頑張ってる。だったらみんなをまとめるのは俺の仕事だ。よし。で、命燃やすぜ。あ、お疲れっす。で、なんで？だってみんな、昨日サトシ君に変なこと聞かれて考え直してみたんすよ。熱くなれるものがあるのはみんな同じだよなって。そしたらなんか申し訳なくなっちゃって。それで3人とも？はい、そもそも人手不足なら協力して一つずつやった方が効率がいいと気づきました。それにやってみると結構造形も楽しいんすよ。ライダーも面白いし。行け電話。長谷さん申し訳ない、でも俺たちなら大丈夫。圧倒的猛満体っす。みんな お前も、キリが甘い、キリが甘い。甘いか？甘々でしょ、ベロベロになっとるやないか。いや、幹事長様、仲間割れサークルの世話はいいのか？あいつら立派だよ。俺は幹事長としてみんなをまとめなきゃって勝手に息巻いてた。まとまるわけねえ。
前らなんて所詮好きなことしかやらないゴミカスども。違う、あの3人は俺の力なんてなくても自分たちで手を取り出してた。じゃあお前なんかいらねえじゃねえかよ。わかったんだ、幹事長はみんなを支えるんじゃない、みんなに支えられているんだ。だからあとは信じるだけ。今の怪獣同盟はただのオタクの集まりじゃない。何？異なる好きが違うオタクが影響し合って円を描く、オタクが作るサークル、それこそがオタサーだ。それは幹事長として俺はみんなを信じる。だからオタサーライトとしての俺はみんなをオタサーを守るんだ。変身。Yes. So tactics. Heal. Crossover. Rider, Ranger, Korai, Unite. Okusatsu, Otaku. さあ、活動開始だ。調子に乗るな。はっ、はっ、はっ。この前はバラバラに使ったからダメだったんだ。こうしてレンジャー、ライダー、レンジャー、ライダー、コラボレーション。イエス。やった。また分身か。意味ねえんだよ。あ？く、何？アクセルアップ、マルチプル。はあ。まだまだ。ライダー、巨大。ライダー、巨大。コラボレーション。イエス。なんだ。マスクのジャイアント。キック。まさかジャンルの違う力を組み合わせて。クソ、ゴミカスが。レンジャー、巨大。レンジャー、巨大。コラボレーション。イエス。完成。リザルドバズーカ。ストライバーボール。セット。ファイブ、フォー、スリー、ツー、ワン。アライアンスストライク。ファイヤー。ガーッ。くそ。くそ。オタサーがなんだ。どうせオタクだろ。どいつもこいつも自分の好きなことしか見ていない、そのはずなんだ。だから俺も悪いな、好きだけでやっていけるほどオタサーは甘くないんだよ。さあ大団円と行こうか。ライダー、レンジャー、巨大。イエス。クロスオーバーフィナーレ。そう、レンジャー、シャラクス。ウルトラの構成技だが俺のスピードなら避ける。ライダー、アクセル、アップ。巨大。それじゃあ遠慮なくストラビウム光線。大神くん。なんだよ。申し訳なかった、本当に。はあ？先輩たちにも今度僕の方から謝らせるよ。謝罪じゃ済まないとは思うけど、もっと君と話がしたいんだ。だって君、特撮好きなんだろ？もう一度結びたいからさ。
オタクの輪ってやつ。機械だ。え？映像版もいいが、やっぱり一番原作版だ。読んだことあるか？あ、ないけど、これから読むよ。絶対。ふん、ゴミカスが。ほらほら。やった。あ、そうだ。今日も同盟活動あるんだけど、どう？は？いや、そんな急に。あ、嫌じゃないんだな。よし、それならレッツゴーだ。よし、行くぞ。おい。次回のオタサーナイトストライクは、ごっこ遊びはそろそろ終わりにしなければな。それじゃあ、今までのマガサスって。私の名はディザイア。そう、君のマガサスだ。来週も活動開始だ。